嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。毎週木曜都市伝説のコーナー。何をしたの馬面に対抗してやっていきました。都市伝説のコーナー。イエーイ。負けねえぞ。負けねえぞ。今日もね、馬面さんに闘志メラメラのドテズラさんが。ドテズラ。ドテズラ。ズラズラ性が。ドテズラはやばいやろ。電話ボックスの女っていうね、こういうなんか題名というか、この状況に関する怖い話っていうのが数多く存在するんだけど、まあその中でも特に俺が怖いなと思った二つをまず紹介していきたいと思います。おーい。でもね、やっぱこういう怪談とか怖い話って、そのまあ本人の体験談とかだったり、ある人から聞いたってだけで、まあ信憑性には欠けてるんだよね。おー。まあだから、そう最後に本当に電話ボックスに女の霊が現れる場所っていうのを一つ紹介していこうと思います。おー。本当ってこと？リラックスさんじゃないですか。じゃあまずはね、一つ目の怖い話、はい、主人公となる A さんがいて、 A さんの自宅っていうのはベランダの目の前に電話ボックスがある。うわ。で、タバコを吸いにまあベランダへ行くんだけど、ふと電話ボックスを見ると赤いワンピースを着た女が受話器に耳を当ててるんだけど、会話をしてる様子もなく、ただただ棒立ちで立っているっていうのが見えた。仲間幸恵じゃねえよ。でも次の日の朝、うん、まあ、洗濯物を干そうと思ってまたベランダへ向かって、でまたふと電話ボックスを見る。また昨日の女が棒立ちで立っている。次の日に彼女が家に遊びに来て、 A さんの若い頃の卒業アルバムを見てこうキャラキャラ笑ってたの。はいはいはい。彼女が A さんに質問をするんですね。深夜、あ、 A さん深夜って言うんだけど、深夜は学生時代好きだった人とか いたの？いや、いないよと。どうしたの？もう A さんじゃないや。深夜深夜や。それはもう深夜。深夜のことが好きだった女の人はいたの？ 2,3 秒ぐらい沈黙を置いて、教えないって言った。で、深夜がまあタバコを吸いにベランダへ行った。で、うわまたいるかもしんないなと思いつつ、うん、電話ボックスを見ると、まあ、案の定いるいるんだ。もうずーっとおるやん。ずーっと微動だにせず同じ棒立ちでずっといるわけ。うわ、なんなんだよあいつ。ポロッとつぶやくんですね。つぶやいた瞬間に赤い女がこっちに目を合わせてきて、ニコって笑って、うわー気持ち悪い、なんだあいつみたいな、なんか怖すぎて、なんだあいつって思いながら、いやもう A さん笑ってないのよ。なんだあいつって言って、その電話ボックスで直接向かうことにしたの。電話ボックスにたどり着いたら赤い服の女いなかったの。あれいねえなって言って電話ボックスの中に入ることにしたの。そしたら電話機を埋め尽くすぐらいにマジックテープで愛してる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 ってもう埋め尽くされるぐらい書かれている。マジックテープで、マジックペン、チャリの俺もチーズめっちゃ貼ってるんかな。貼ってあるから。で、一番最後に殺すって書いてある。え、なんなんだよって深夜思ってたら、目の前の電話がビーって急に鳴り出して、うん、うわーってびっくりするんだけど、恐る恐る電話を取ると、電話の相手が赤い服の女なんです。うーわー、笑ってんの。ふふ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 ふ、深夜こっちこっちで、深夜の家の部屋の方を見ると、そのベランダで女が笑ってる。うわ、深夜も激怒して、はい、おい何やってんだよみたいな、電話ボックスガン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 叩いて、もうめちゃめちゃ切れてるわけ でバンバン叩いてたんだけど、深夜の動きは止まんない。パッつって、うんうん、女の顔をよく見ると返り血を浴びている。うわ、おお、彼女が殺されちゃったわけ。え、彼女が殺されちゃったわけ。ええ、この赤い女の正体っていうのが、学生時代に深夜のことが好きだった元クラスメイトだったっていう話。おお。彼女聞いたじゃん、卒アルで。そうだね。深夜のことが好きだった人はいないの。沈黙を置いて教えないって言ったじゃん。そいつの名前は？そいつの名前は匿名なんだけど。匿名っていうんだ。あ、匿名じゃない、と、あ、名前。匿名ですよ。あの、匿名じゃないですよ。匿名違う、まあ、そんな中国人みたいな名前じゃないです。名前つけてよ、そいつに。稽古、稽古。
ケケケイコね。ケケケイコ。DDDK。で、赤いワンピースでね。で、まあ、棒立ちするってことは大体キャシャな感じで。ケイコです。ケイコじゃねえよ若い子。おかしい、赤い絶対狙ってない。狙ってねえよ。2本目の話。まあ、これも主人公 A さん。まあ、これもね、彼女がいて、高速道路みたいなところでこう、2人でドライブデートみたいな。してたのね、うん、そしたらまあしばらく走ってたらサービスエリアが見つかって、サービスエリアの割にはもうめちゃめちゃ錆びれてるというか、もう止まってる車も1台もなく、うん、自販機と呼吸音みたいな聞こえてます。呼吸音、うん、マジで今バチって言ったけどね、向こう、いやこの辺で呼吸音みたいな聞こえて、そのサービスエリアの外れの方に電話ボックスが4つあって、一番端っこの電話ボックスに気味の悪い女がいた。4つあることある？まあ4つあったの。見たことないけど。一番端の電話ボックスに、うん、気味の悪い女がいたと。またまたまた俺じゃないのよ。俺じゃないのよ。で、またなんかその赤いワンピースを着た女がいた。で、何よりも止まってる車が1台もないのにサービスエリアで1人の女がいるっていう時点でもう明らかに異常だと。そうな、1台も止まらない時間があるのに4つあることならもう異常だけど、まあ異常だね、まあ確かにな。だから昔栄えたとかそういうノリだと思うわ、うん、栄えてんな。うわやば、え、何？え、やめろ、なんで？え、もう笑ってて、あっちでバイバイした俺。マジ？いいよそういうの。この話もま予約してもう言えよ。あ、もうまとめもう、あ、もうまとめもう、あ、もうまとめもう。A さんは、今日見に行こうぜみたいな感じになって、はいはい、見に行ったで、近づいて、その横目でチラッて見たら、いるのよ。 A さんトイレ行って、帰ってくるついでに、もう一回見た。そして今度いなかった。あら、で、A さんも好奇心旺盛で電話ボックスの中に入った。電話ボックス入った瞬間にビリーってビリーって電話鳴って、携帯電話が鳴った、うん、そしたらその彼女からの電話で、もう彼女も完全に気を取り乱した様子で、早くそこから出てって言って、で、A さんもびっくりして車に戻って運転していたのね、普通に、はい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 、で、後日彼女に聞いたら、その A さんが電話ボックスに入った瞬間にその赤い服を着た女がこう背中をおぶさるようにこう思いかぶさってた。お前、徐々にお前それ、なんだっけあれ、テラフォーマーズみたいな、テラフォーマーズみたいなって言ってるから。霊を見たっていう目撃情報が多い電話ボックスがあって、うん、その場所が葛飾区の水元公園の電話ボックスの、もう地元、え、言うてる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 、ほんまに大丈夫か、本当に。でも本当地元民ならもう誰でも知ってるってぐらいもう有名な話なんだけど、深夜の牛蜜時に霊が出ると言われてる電話ボックスへ向かった人が言うには、髪の長い女がこううつむきながらニヤニヤ笑っている霊が見えたと。ニヤニヤか。で、一回見てそらしてもう一回見たらいなくなってるっていう。うわ、え、ちょっと聞こえてないの？え、なんで聞こえない？え、今もう聞いたことないこと聞こえてない。マジでそのパチも全然今までと違うパチだって。そう、ちょっと話逸れちゃうんだけど、昭和59年に殺人事件が起きた。本当？それは俺も聞こえた。聞こえたでしょ、うん、それは俺も聞こえた。え、マジで今のパチ系ね。バイクで交通事故で死んでしまった17歳の少年がいたと、うん、この少年の死んだ理由っていうのが、普通に水元公園内をバイクで走ってたらワイヤーに引っかかってそれに転倒して死んでしまったと。警察も犯人は誰だって調べたんだけど、うん、結局見つからずに時効が成立してしまったと。もう全く手がかりがないことから、これもしかしたら幽霊の仕業なのかもしれない。うわー、水元原因不明ね。皆さんもその公衆電話を見つけたら気軽に中に入るのはやめておいた方がいいんじゃないでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第です。え、そういうことめちゃめちゃ孫やん。今もさあんの、その公園のボックスって今も実演すんの？ん？電話ボックスの今もある。あんの？今もある。めちゃくちゃ普通にさらに、うん、うん、大丈夫？耳ある？俺が間違ったかと思って大丈夫？うわぁ聞こえた聞こえた。え、それは聞こえたっしょ。もうね、内容入ってきないのよ、こっちには。もう怖すぎて怖かったなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。我々ね、最近インスタグラムにハマっていますので、概要欄から皆さんぜひチェックしてみてください。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしく。次の動画でお会いしましょう。バイビー。バイビー。バイビー。え？
書いてんの。あ、もうまたね、もうもう地元うわ聞こえてないの。昭和59年に殺人事件。え、Welcome to ST Studio! 夏祭りツアー It's Showtime!